トンって取って食べたいってことでしょ。どこやねんここ。それは分かってくれ。ゴー。下でしょ。なんでやねん。三島のご褒美、高級そうめん。永久歯が生えてきた方、おめでとうございます。 ありがとうございますやっていただいて、はい、永久歯生えてくると嬉しいそうでしたね、うん、はい、入れ替わりでということで、やっと来ましたか今回。だいぶ前になるんですけども、はい、野田芸やって、はい、勝利者賞として好きなものって言った時に、はい、三島くんが高級そうめんと、ね、なかなか渋い選択してきました。あの正直、はい、あれすごい夏やったじゃないですか。真夏でした。あの時期やったんで、はい、すごいそうめん食べたかったんですけど、はい、もうめっちゃ寒なってきてもう秋もねだんだん本番なりってきました。いや、まあ、9月の、まあまあまあ、中旬下旬、まあまあ、いや嬉しいんですけどね、まあまあ、あの時すごい食べなかったっていう、この動画の頃にはもう9月末下旬なんで、だからもう秋なんですよ本当に。その雰囲気も全然なんかもう肌寒い中流しそうめんまで用意していただいた、このキット見て、これありがとうございます。局番で買った流しそうめんですから、はい、もうそれはもう全力で楽しみたいと思います、はい、せっかくこれ用意していただいて試しましょう。すごい優れものですから。あ、そうですか、はい、これを使って水が循環して循環するんです。あ、循環して、はい、麺が流れ、永遠に水が流れ続けて、麺をここにポトポトと落とすだけでさーっと。あー、なるほど、ね、なるほど。これは本当に真夏にやるべきことですけど、ね、外でね、そうです、こんな部屋、室内で、こんな室内で、外でやりたいわ、まあね、はい、まあまあまあいいでしょう、それは。まあね、いや、ありがとうございます、本当に。置いといて、しかも今回高級そうめんをご所望されたということで、はい、そうめんね、今回、我々どもが手に入れたのはこちら。すごそうやなこれ。イボの糸、うわうわうわ、三芯、うわ、ひね、ひねものって書いて、初めて聞きました。古いって書いてひねって呼ぶんですけど、イボの糸は知ってるんですけど、イボの糸はまあそうめんのまあブランド、高級、まあ、はい、イボの糸ですらもう高い、まあ、高いと言いますか、兵庫県、まあ、僕、はい、好きなんでイボの糸買いますけど、兵庫県の名産、普通のそうめんよりちょっと100円200円ぐらい高いんですよ、ね、贈り物、夏のお中元とかにはもう必ずこれ入ってきますよね、はい、イボの糸 ね、 イボの糸ね、それの三芯というですね、3つのもう神ってことですか。イボの糸の中から手延べそうめん協同組合さんが選別指定する数件の熟練した生産者によって、当時から2月までの生産、このごくわずかな時期の生産に限られる全体のごくわずかな数がこのひねという、もうこイボの糸があったとしても、このここもうてっぺんの三角形 のさんまさん、タモさん、あ、三振たけしさん、ビッグスリー、ビッグスリーってことよ、木箱やばいよ。なんかね、1年寝かすか、なんかその古いって書いてひねって読むらしい、ひねものって書いてるんですけど、こんな初めて聞きましたよ、ひねもの。その年じゃなくてちょっと置いたやつみたいなのがもう絶うまいんかい、すごい美味しいんです。いや、たまにそのイボの糸買ってね、ええ、来年までその半分ある、余裕である。あれはひねもの食べてるってことですかあれやろ、あの、まあ、その理論上ひねもの、いっぱい買っちゃって、で残るやんか、やっぱ夏終わっちゃったなって。あれもひねです、言った、あれもひねもの、ひねものってこと。ただこれは三芯のひねなんで、しかもこのお値段1箱 1143g でお値段 13,980 円。え、ありがとうございます。破格14,000すんのこれ。14,000破格です。そうめんで、ドドン、ひねなんで、やっぱり。いや、ひねは食べてんの。ひねは食べてんのか、そう、個人的なひねやろ。三芯のひねなんで14,000。はい、もうこれはもう無茶なことしてますよ。違いあんのかって話ですよね、そのひねと普通が。まあその辺ちょっと私がじゃあ食べて、三芯と三芯じゃないかは、はい、食べてちょっと感想言いますよ。つゆもこれ川辺さんチョイス、当選鏡もう薄めずいただいてください。僕ね、個人的にはやっぱ薄めるタイプより、このまたストレートタイプのが好きなんで。そんなんあんねや。え、食べたこと、いつも薄めてんの。いつも薄めてる。そうめん絶対このライフの薄めるやつ美味しいで。いや、薄めるやつも正直美味しいんですけど、うん、まあ自分のあれかな、好みはもう薄めずのやつが好きなんで。これも相当な、むちゃくちゃ、いや、でかいって、うん、いや、ただ待ってください。え、こんなね、高級品、ええよもうそういうのは本当にいいですよ。もうやっぱりね、安いやつと食べ比べるとか、見てる人にやっぱ嫌ある。三島が1万4000のバクバク食べてもて、今回もちょっとした、ったんで、まあ、余興、嫌なんかないって、余興ございます。嫌あってもいいです本当に、別に。やっぱり三島にとって損やから。
1万4000円ずつ食べられたら、やっぱ頑張って食べてほしい。クリアして、ゲームに俺買ってるんで、買ったの分かってます。それで買ったから、ゲーム買って1万4000円食べれる世界どこにありますか。子供の時ゲーム買って1万4000円もらえた、そういう勝負やんか。いやそういう勝負やんか。カイジとか呼んだことある。買ってから、そら命かけてるから。カイジ、このカイジで野田ゲーやったことありますか。ないでしょ。むちゃくちゃやっても子供さんも見てます、全国の。こんなんで三島三振食べてんのかよってなったら三島にとって損するんで、今回用意しました、目隠しそうめん泣かしチャレンジ。どういうこと。三島さん目隠ししてそうめん流しそうめんに挑戦してもらいます。どのタイミングか分からないですけど、そうめん流しますので、三島は来たと思ったらもう取って食べる。でもそれだけ。耳あるよね。耳に使えるよね。もちろん耳あるよ。じゃあ絶対食べれるよ。いや多分そのずっと端こう置いとくとかなしよ。端キープなし。そらそうやん。そのそう、端はそのかセット構え。そうそうそう、ここで。じゃあ何回にしようかな。じゃあ5分間の間に5回箸はこう下ろせる。そしてシリアすぎるって。筒に竹の問いに設置する時間は3秒とさせます。シリアすぎるって。いやそれ10秒いったら、まあ、5秒にしておこうか。5秒にします。多分食べれるよ。いけますか。絶対だって音聞こえるから。はい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 。そのなんとなく自分の前に来たなっていう時にストンって取って食べたいってことでしょ。5秒、うん、5秒で5回、5回チャレンジ。5回じゃん、うん、え、あの全部食べれても俺5口しか食べれない。それは待ってよ。これ茹でてくれてるやつあるでしょ。これ全部流してよ、せめて流し切ってよ。でこのうちの俺がどれだけ食べれるかにしてよ、せめて。あ、なるほどね。そうしましょう。で5口しか食べられへんとかもう。確かにそれはおかしい。ちゃんちゃらおかしいか。これがひねですから、三振の。どれだけ食べれる。でこっち溜まったやつはみんなでもらいます。そりゃそうですよ。みんなで食うんや、うん、でこれもみんなで分けさせてもらいます。三島が食べれなかった。みんなで食うんやん、もう。じゃあ全部一本残らず食べれたら持って帰りますんで。絶対食ったね。挑戦しますか。これね、一回そのエキシビジョンルックさせよう。どれぐらいの速さで流れるのかとか。ルックタイムする。やっぱね、そうめんはねこう流れるとね、本当にめでたい感じ。自分はと、ここ三島がつかめる。目隠しでなかなか上行きにくいでしょ。まあ確かにそうですね、うん、自分の前がいいな。ボタンお願いします。おお、結構激しいな。結構流れ早いですね。そうなんですよ、我々もこれ。ああ、ちょっと俺思ってるより全然。え、昨日雨降った。こんな早い。昨日雨降って水増してるって。1投目こんな早い。早い。いいかな、エキシビジョン。もう一回、もう一回、もう一回、回だけいきますね。それ目隠しして。目隠しなしでも俺取れる自信ないかも。いや、てか俺が頼りにしてた音が、うんうん、この水の激しさすぎがすごすぎて、なんか変な、全く聞こえへん。不都合ありました。あの、ちょっとうるさいな、もう。あの、ちょっと待って。僕思ってたより、思ってるより本当に。何ですか。いや、早い。あの頼りにしてた音が水が濁流すぎて何にも、ずっとシューッ。そうそうそう、あのモーター音ね。あとモーター音原付ぐらいあるから、ジャバ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 っていう、うん、まあまあでも今ぐらいの速さで原付ぐらいかな。15キロぐらいかもしれないな。自転車ぐらい、うん、シュッといきますから。つゆと、はいはいはい、僕でもほんとそうめんが好きなんでね。俺でも子供の頃はそんな好きじゃなかったんですけどね。大人だったからめっちゃ好きだった。うどんとかの方が嬉しかったですけど、むちゃくちゃ好きになった。そうめんはほんまテンション上がる。じゃあちょっと薬味も用意していただいて。薬味用意してね。ちょっとね、ネギの香りなんかあったらもう美味しいんですよ。生姜も、生姜好きなんでちょっとこう、このよくわからない。みょうがですね。みょうがか、みょうがも香りやね。心眼でね、捉えてくださいね。みんなで食べようや、みんなで食べようよ。買ってんねん、もう。買ったよな、もう。でもその忘れたもん、その何で買ったんかも。何で買ったかも全部忘れた、俺も。夏やったからな、だからそうめんって言ってて。そう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 。もうそんな、なんか流れに流れて。じゃあ、え、いや、こ無理や。何何何、何が無理、うん、もう何にもわからんくなるな。うん、じゃあ一回そのそうめん流れてきたとして、橋、はい来た。
杖を持っとくか左手で。どう、危ない。いや危ない、こぼしそう。じゃあそう、杖を前に置いてです。でも取ったそうめんピチャンってこの辺行くで、足に。いやそう、俺が考えなあかんいやいや、杖を、こ杖を、なんで俺こんなことなってんの。すぐ杖を入れた方がいいんじゃない。いける。いや、もう三島がそうめん食べたいって言うから。いやそう、普通に食べたい。もうひねものじゃなくて、俺イボの色も普通のやつで。なかなかないから、ひねは。来ましたね。全然そうめんらしくない器。何やねん、この皿。海賊の酒飲む時の木の皿ね。じゃあ三島、勝利者賞、流しそうめん、開始します。お願いします。スイッチ。音がでかいのよ、水の。耳研ぎ澄ませ。水の音がほんまにでかい。もういってるよ、ね、水やめて、水やめて。もういってるからね。いってる、いってるよ。いや、つゆつけん。いってる、いってるよ。うわー、あ、なになになに、薬味や、薬味や。いいか、いいか、いいか。なんかもうさすがに言って言ってるよ、言ってるよ。どんどん言ってるよ、どんどん言ってるよ、どんどん言ってる、どんどん言ってる、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 言ってる。どんどん行くよ、どんどん行くよ。ちょっと待ってよ。じゃあちょっとさすがに、なんか今んとこ見てて、うん、えぐいぐらい外してるから、うん、ボーナスステージ持ってさせたるわ。はいはい、いや頼むわ。流すとき言うわ。じゃあ3、2、1で行くよ。3、2、1。トッ、トッ、じゃあ早かったか遅かったかだけ言って。むちゃくちゃ遅かった。むちゃくちゃ遅かったな。はい、行くよ、うん、行きます。3、2、1、ゴー。早すぎんねん。あーちょ、もうかもかもかもか。麺あとどれぐらい残ってる。いや結構もう半分過ぎたな。ちょほんまそれはないって。豚タバコやから。まだネギしか食うてないから。それはないって。行くよ。3、2、1、ゴーで落としてるからね。いや、ゴーなんか言ってなかったじゃん。言ってた。ほんま、ほんまほんま。ゴーで水に入水させてるってことだよね。入水させてるから。3、2、1、ゴー。早い、早いね。むずい。早いね。ちょ、その、どこやねん、ここ。じゃあもう、3秒間お箸つけていいことにしたるわ。1、2、今ついてんの？3、ついてる。それは分かってくれよ。3、2、1、ゴー。来たでしょう。なんでやねんもう。いや今ね話したよ、今取ったのに。一回掴んでた。掴んでたよ。いくで。はい。3、2、1。もうええってもう。ちょ、食わしてくれもう。食わしてくれって。いや諦めんな、あと約3 2回か。え、あと2回しかないの。あと2回やな。いくぞ。はい。3、2、1。来た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 。もうええって。違う。もうええって。あんねんって。つゆの中に、つゆの中に、つゆの中にあんの。ないやん。あるって。すくえ、すくえ、すくえ。おどう？うまい。おめでとう。おめでとう。ちょっともう取らしてくれ、もう取ろ。見事に三島、心の目でそうめん捉えたり。いや、めっちゃ流れてるやん。待ってやもう。じゃあちょっともう目取って、最後この一撃、最後頼むわ。もう食べさせてよ、うん、いくよ、せーの。もう関係ない。普通にむずい。関係ないよ。もう食わして食わして。ああもう食え、うん、しゃあない。こんだけね。どうなん、ひね。めちゃめちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ちょっとあの水流がね、これ思ったより速くて
多分調節できるんかな、水の量なんかな。うまい。どう、もう無限に食べれる。マジ。ちなみに市販のやつと比べるとどうなのかをしたかったので、一応市販のやつ、はい、こちらひね、1100g 14,000円に、対してこちらは 600g 200円なんで。いや全然ちゃうよ。まずあのめっちゃ細い麺がひねと何が違うのか。色がちょっと黄色っぽいね、こっちの方が。これはでもまあ、あ、なんかね、うん、まあこれいつも本当僕らが食べてるやつですけど、うんうんうん、こっち食べてから食べるとボソッとしてる感じ。あ、ちょっとこっちはもう関係ない、これ食うよ。ひねの方が、うん、腰で言うとこっちの方がある。え、そうなん。うん、稲庭うどんの細いの食べてる。柔らかいんや。まあ茹で加減にもよるんかな。ああそっか、それもあるかもしれんけど、これまず普通のやつ。あとこのつゆほんまにうまい。うまいな。うまい、うまい。これ、これでうまい。いつものやつ。これでうまい。これ食べてみ。これひねな。なんかね。なんか繊細。や、そう、柔らかくて。繊細やね。湯葉みたいな。なんか。ああ。ほんま絹の糸、うん、なんかこっちが麺のね、糸だとしたら、うん、絹の糸が喉の喉越し的なんがもう圧倒的に全然違う。やっぱちょっとこっち食べてからこっち食べてちょっとボソボソ感じるかな。流して食えよ、どうせやったら。早すぎる、早すぎる。せっかく食うんやったら、いくよ。はい。無理やろ。ほんまに無理やろ。こうやからやな、多分逆じゃないと無理やな、立ち位置が。めっちゃ早い。いけたいけた。だからそのもう水かさが増しちゃってて、うん、ほんまに美味しい。うまいね。口の中をね、通ったか通ってないか、そう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 、わからんぐらい。もう大丈夫大丈夫、もう大丈夫。うまいわ、これは。うまい、ほんまにいいですね、これ。贈り物とか最適ですね、うん、こんな、なんか違うもんやね、舌触りというか。まあこれも十分うまい。結局うまいんやけど、うん、これも好きやねん、俺は。うん、私もこれ好きなんですけど、ね、うどんとそうめんぐらいの差があるかもしれんね、うん、これとこれは、うん、別の商品。これがそうめんよりもう一個なんか違う名前がいい。細い絹糸、うん、ま、製麺みたいな、あ、清らかな麺。製麺にしよう。そうめん、こっちがそうめん、うん、こっちは製麺、清い麺とか。そんな感じしますね、うんうん、ほんまベタやけど面白かった。目隠しして通り過ぎた後にこうやって食べてんの。というわけで、はい、そうめん三島そうめんチャレンジ、またちょっとこれはどうするんですか。もうスタッフさんで分けてみんなに持って帰りますか。分解してこんな持って帰らないやん。あ、違う。これ分ける、どうする。いやいや、これずつ置いとかしてもらうんだ。じゃこれやりましょう。最速いける。流しなんかやりましょう。え、何でも流せるから。結構ちょっと大きすぎて今省いてるんですけど、6段階あるんでやりましょう。おのおの持ち込みで流せるやつ、流せるやつ、水に強い、水とともに食べれるやつ。あ、なんかあるそうめん以外なんかあったかな。いろいろあるでしょ、その流し、流し、なんかあれ、まあ冷しゃぶとか。豚肉流すってことね。でもその水と相性合う食べ物は要は重い。なんやろう、なんかあるでしょ、麺以外。麺しかないんか、流せるのって。お菓子は、お菓子ね、水、ゼリー。ああ、あー、あー、ところてんもいける。ゼリーね、まあちょっと考えましょう。ちょっとできなさそうな。やりません。すいません、すいません。ちょっとあの、いや思いついたらまた連絡させてもらいます。というわけで、こたびはこれまで。おっ